アナメさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済送金アプリまとめ、送金を使うときはいつということで、今回は、どんなときに送金を使うかということと、スマホ決済の送金できるアプリについて、ざっとまとめてみました。そもそもどんな時に送金を使うかということなんですけども、実際にお金のやり取りになるので、基本的にそんなに多くはないと思います。僕なりにこんな時に使うかなと思ってざっとまとめるとこんな感じですね。1番友達同士、2番仕事の同期、3番主婦の方々の集まりなどという3パターンが多いかなと思いました。まず1つ目の友達同士とかだったら、例えばランチに行ったり飲み会に行った時に割り勘になることっていうのはあると思うので、その時に送金機能というのは役に立ちそうですね。2つ目の仕事の同期なんですけども、同期の人たちと遊びに行ったりとかご飯を食べに行ったりするときは、上司や後輩でもないので、どちらが多く出すということは、あまり考えにくいかなと思います。あと3つ目の主婦の方々の集まりということですが、ランチに限らず飲み会でも何でも言えますが、やはりママ友とかで集まってランチなど行ったりしたら、割り勘になることは多々あると思うので、その時に現金で割り勘だと誰かが数円多く出したり出さなかったりという状況が生まれます。あまり気にされる方は少ないと思うんですけども、やっぱり家計を管理しているとなれば均等に送金できるということを考えて、1円単位できっちり送金もしくは割り勘できるアプリを使った方がいいかなというふうに思いました。そして送金できるアプリの紹介なんですが、現在僕が使っているスマホ決済でピックアップをさせていただきました。PayPay、LINEPay、プリン、楽天ペイですね。他にも JCOINPay やマネータップなどあったりですとか、スマホ決済ではないんですけども、Visa プリペイドカードのキャッシュなどもあります。そしてここからはそれぞれ小分けにして送金の機能についてお伝えしていこうと思います。まず PayPay なんですけども、送金方法は QR コード決済の読み取り、あとは電話番号、PayPay ID 宛て、あとは受け取りリンクを作成して送ったりということですね。あとは送金時の手数料は無料で、出金は7月17日現在では今はまだできないということですね。以前の動画にもアップしたんですけども、つい最近でもリレーキャンペーンもあったりとか、送金にトライした方はかなり多いのかなと思います。使い方的には結構シンプルな感じでしたね。次に LINEPay ですね。この送金方法は LINE のメッセージ内から送金が可能で、送金時の手数料は無料、そして出金時の手数料は可能なんですけども、200円税別の手数料があります。そして先ほどの PayPay のキャンペーン、リレーキャンペーンより少し前にあった送金マックス20倍キャンペーンというのがあったと思います。個人的にはスマホ決済の送金に関しては一番使いやすいかなと思いました。やはり LINE というアプリは利用頻度が多いプラスメッセージ間で気軽に送金ができるので、めちゃくちゃ楽ですね。次に無料送金アプリのプリンですね。プリンの場合は送金方法はプリンのメッセージ内から送金可能、そして送金手数料は無料で、出金手数料無料なんですけども、セブン銀行 ATM は1日2回目以降は216円かかるということですね。そしてプリンに関しては今朝の動画でもアップしましたが、送金方法がちょっとアップデートされてて少し可愛いスマホ決済のアプリですね。あと魅力なのはセブン銀行 ATM に出金するときは、1回目は手数料無料でできるのがまたいいですね。そして最後に楽天ペイですね。送金方法は楽天キャッシュから送金ということで、こちらも送金無料で、手数料、出金手数料は出金今は不可なんですけども、今後は対応予定というふうになってます。現在楽天ペイで楽天キャッシュからの送金ができて、今のところちょっと出金できないのがネックなんですけども、楽天ペイ自体のユーザーもかなり多いので、使われている方もいらっしゃるのでないのかなと思います。そんなこんなで今回は送金を使う時のパターン、そして送金できるスマホ決済の紹介でした。まだ利用頻度が少ない送金機能ですが、今後どこかで役に立つこともあるかもしれないと思ったので、今回は動画にまとめさせていただきました。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。